一方、福原愛の母校青森市の青森山田学園には昨日夜、多くの生徒らが先輩の試合の応援に駆けつけました。愛ちゃんの差が出ませんでした。最後までさあという声が出るなれば波乗っているタイプなので、4年前のロンドンオリンピックの時よりも確実に成長している愛ちゃんだったと思いますので、3位決定戦があるので初のメダルを持って帰ってきてほしいです。